お菓子買ってくれよかったな。なんか甘いもの取りたい。ローラルパンチお兄さんにもください。あ、ありがとうございます。サブスクありがとうございます。36、普通だな。まあ、年男ってやつですね。え、いいんだよね、年男36よね。俺言っといてあれだけど。35じゃないよね、36よね、確か。いいんだよね、12の倍数よ。厄年が、あれ男って 25？ と42とかじゃん。あーマジか、こいつ全然ダメじゃん。プライムサブスクありがとうございます。これはダメか。マジか、うまっ。ちょっと待って、うまいじゃん。なんかうまいじゃん。You win. これはどうだろうな。まあ若いね。まあやってること若いもんね。ちょっと待って、ストファイの時にもありましたが、スト5もハードによってプレイ内容に差が出るレベルでラグが違います。 PS4 が購入したユーザーからするとまたやりたがったという怒りが出るのですが、この点どう思いますか。まあここに関しては正直難しいよね、合わせるって難しい。やっぱハードの性能にもよって変わるから、それを言い出したらだって PS4 と PS4 Pro でも違うでしょ。ありがとうございます。でパソコンでもね、いいパソコンと、まあ、PC の性能差もかなりやっぱ違うから、やっぱりそこってちょっと難しくねえかいっていう。お前結構ね、最近やっぱジョンと対戦してるので、この組み合わせのね、そこ入れ込むか、入れ込むか、ちょっと危ねえ。
分かってんなお前、俺が誕生日だってこと。前回はだって Xbox の方がね、やっぱ遅延が少なくて、みんな Xbox にしてた。マジ？おーいカッコーン、俺のクリスマスプレゼントどうなってんだおい。マジで？危ねえ！え、びっくりした今。ハードの性能差はやっぱしょうがないんじゃないかなと思っちゃうよ。でも俺ね、多分スト5ってマシな方よ。多分ね、スト5まだマシな方だと思うよ。多分他のゲームの方がひどいんじゃない？最近出たゲーム、もう PS4 版ひどすぎて返金問題になったやつあるでしょ。まあちょっと言えませんけど、言えませんけどね、そういうゲームありますかね。 PS4 版全部返金やばくない？比べれば全然まだ助かってる部類だと思ってる。あ、くだらねえこと。あ、ちょっと待って、こいつ。いや絶対小物に来ると思ったけど、来たな。早っ。
いや悩んだな。さすがにお前。